にちは、かおさです。はい、ということで今日は美脚ストレッチローラー第2弾紹介していきます。はい、前回ねこんな感じのやつでマッサージほぐしのやり方をお伝えしたんですけど、あれ結構なんか左側のインパクトが強すぎてなんか刺さって結構痛くてなんかちょっと力を入れにくかったので、今回はですね最近ちょっとなんかよく見かける挟むタイプのやつっていうのを挑戦していきたいと思います。今回、ゲットしたのはこちら、ドゥドゥーン。こうやって挟みながらねコロコロできるんですよ。これを使ってですね、まあ、実際に効果がありそうなのかどうかっていうところを検証していきたいと思います。じゃあ実際にやっていきたいと思います。なんかさ、あざが最近知らないうちにできてるんだけど、なんだろう。まずこのローラーをですね、ローラーで足を挟んでいきます。でちょっと押しながら上げます。でこれを痛気持ちいいぐらいでやるといいみたいです。結構痛い、あ、結構痛いな。なんかふくらはぎ、まあ、すね横は結構痛いですね。あ、でもね結構なんだろう、脂肪が押し上げられてる感じがするし、なんかあのトゲトゲの時はなんか単純に刺さって痛い感じがしたんですけど、これはねなんかこうあのマッサージしてリンパの流れを良くしてるから痛いんじゃないかなっていう感じの痛みですね。すごくね持ち上げられてる気がする。結構ねこのすねの横とかってたまりやすいんですけど、やっぱ自分じゃできないので、なんかこうちょっとここバネになってて圧がかかるので、なんか押さなくても自然にちょっと力が入るのがいいかなと思います。あんまりねちょっと力入れすぎると、あの普段血流が悪い人はあざになりやすいので、やりすぎは注意でお願いします。そしたら太ももも、なかなかさ太ももって自分で押しにくいじゃないですか。こっちは押せるけどなんか横とか裏とかって押しにくいと思うんですけど、裏側もできるっていうのがちょっとメリットかな。これで左右比較したらさ、なんかこっちの左の足の方がシュッとしたりするのかな、するのかな、するどうだろう。見て、え、なんか全然違わない？やっぱこっちの方がちょっとすっきりした気がする。なんかここのラインとかね、すっきりした気しませんか？はい、そしたら次はこれで首をやっていきたいと思います。ここにね挟んでもらって、でねこれねこうゴロゴロすると、まあゴロゴロしてもいいんですけど、個人的にはゴロゴロすると結構首が締まって痛いので、なんかこれねこうギュッて押してあげてほしい。この奥の玉の方でちょっと斜め上ぐらい向いてギュッて押してあげると、ここの首の後ろのところにちょうどはまってすごい気持ちいい。あと頭とかもねすごいいい。これでゴリゴリってするとめっちゃ気持ちいい。このこめかみの周りらへんを圧迫してあげると一気にほんと血流が良くなって、目とかの疲れが取れるので、これもねやってあげるといいと思います。めっちゃシュールやんな、これシュールな絵だけど、地道な努力が大切です。以上ということで今日はちょっとショートバージョンだけど簡単にできるエクササイズのローラーを紹介したので、ぜひ皆さんもこれを毎日やってコロコロして日頃の疲れを取ってください。はい、ということで、今日の動画いいねと思ってくれた人は高評価
チャンネル登録、インスタのフォローもお願いします。かおさんでした。